こんにちは、山線の堀部です。今日は IC ベルリンのですね、マリウス K、 こちらの人気色がですね、2色、入荷しましたので、そちらをご紹介したいと思います。こちらがね、ブラックですね、オブディディアンエボッシュドっていうカラーになります。こんな感じですね。形もね、オーソドックスで、ちょっと大きめの、ウェリントンスタイルで、とてもいい感じのね、スタイリングで、こちらのブラックですね、こちらが一つ入荷しました。そして、こちらですね、こちらは、エスプレッソマット色になります。でこちらね、レイヤー状に、フロントがなってまして、こう分かりますかね、表がブラック、そして、真ん中にね、こう白い色がこう入ってまして、その裏側がね、こうなんていうのかな、コーヒー色ですね。エスプレッソだけあってコーヒー色です。で全体的には、艶消しになってます。こんな感じですね。じゃあ実際にね、かけてみたいと思います。こっちのブラックの方からね、かけてみますね。いかがでしょうか。こちらは黒ですね。キリッとした印象で、とても好印象だと思います。形もね、サイズ感もとてもいいと思います。普通、こういったトラディショナルなね、雰囲気のメガネっていうのはこう古臭い感じのメガネもあると思うんですけど、こちらはですね、 IC ベルリンの洗練されたデザインでですね、こうオーソドックスなんですけど、やっぱり、都会的な洗練された、デザインになってると思います。こちらがエスプレッソマット色になります。このフロントのね、表面はブラックの艶消し、そして、このフロントがレイヤー状になってまして、横がね、白と、あと裏面が、コーヒー色っていうのかな、そんな感じになってますね。こちらもですね、とてもおしゃれな印象でいいんじゃないでしょうかね。こう横からね、メガネ見られることも結構多いんで、こういった遊び心がある、フレームメガネ、とてもいいと思います。実際に山線でかけてみて試していただきたいと思います。ぜひ皆さんの、ご来店お待ちしています。よろしくお願いいたします。メガネの話題やサングラスの話題、そして自分の好きなことや趣味なんかを動画としてアップしてます。ぜひチャンネル登録お願いします。そして、このね、動画が気に入っていただいたら、サムアップいいねもよろしくお願いいたします。楽しみにお待ちしてます。ではまた。